はい、どうも高尾です。クラブ飛行場でテストフライトの方行きます。まず、6軸モードでね飛ばしてみたいと思います。いや、すげえ安定しますね。ちょっと風がないんでジャイロキャブレーションやってみます。ジャイロキャブレーションはね、エレベーターダウン押しっぱなしにすると、こちらの、状態 LED がつきますんで、これで、トリムフライトですね。はい、トリムが取れたらエレベーターダウン。はい、これで、キャブレーションの方おしまいですね。これは、M2 シリーズ、まあ、OMP シリーズと一緒ですね。これが全ての始まりなのか XK シリーズが始まりなのかちょっとわかんないですけど、いや、いいね。はい、次バッテリーの方はこっちで確認できますね。そうすると、スロットルカーブ、スロットルカーブをちょっと上げちゃいますか。今10にしてるので、20上げてみます。風が止んでましたね。ちょっと風吹いてたんでキャブレーションもう一回やってみます。キャブレーションのコツは、指をねクリッククリックチョンチョンと入れて、トリムを入れていく感じなんで、トリムがあったらねすぐ下ろさないと、またずれちゃいます。はい、トリム上がりましたね。はい、今赤いモードになった。いや、おっかね。
いやスケールフライトはねこんな風に撮りましょう。着陸をランディングスタイルでちょっとやってみますか。はい、こんな感じでね、いやさすがのド安定フライトですね。この4枚ローターの味がちょっとね 3D でおいたずらしましたけど、まあ過激にと言いますわ。まあ、それだけの飛行性能とパワーを持っているということなので、いざ、飛ばすときも、十分リカバリーする能力があるんじゃないでしょうか。はい、もしこの動画よろしければグッドマークよろしくお願いします。それでは失礼します。概要欄の方にもね、購入先書いておきますんで、ご検討の方よろしくお願いします。